ちょっとだけしますか。ちょっとだけよ。よいしょ。ほんだら、これ C スティックは押されへんやっけ？押されへんか？十字キー左。オッケー。任天堂。バンダイ。スキップ。御三家ね。あれ、俺そういや、ニコ生の、なんか放送タグみたいなんてゲームにちゃんとしてるかな？あ、してるな。えらいえらい。ほんだら、とうとう、34時間かけて、とうとうデカロボと話せるかもしらん。デカロボ復活編やな。デカロボ、でもデカロボって話せんのかな？デカロボはどうやってコミュニケーション取ってきたん？言っちゃうか？やっぱり喉の調子あんま良くないな。軽くやろ。声的には軽く、気持ち的にはマックス。あれ？ジェニーおらん。これはちょっとキッチン行ってみるか。プリモプエルに会いに行く？キッチン。お魚さんにも餌あげるか。とにかく地下倉庫行ってデカロボ復活編。あ？あ、ママ！お！パパ！そうか、話進んでんもんな。パパ、ママ、別居編はもう終わったんや。この辺の汚れとかも取っとくか、一応。そして、満を持して、デカロボ復活編と。パオはもうさすがに俺のこと友達って認めてくれてるかな？あんだけ頑張ったら認めてくれるか。よいしょ。こうして。なんでさ、あっこに足跡つくの？まあ、ええけど。伝説の花の蜜を水と変えて、ほんで、ぶっかける。ええ？オッケー。これじゃあ、パパとママにはどうやって話しかけんのよ。足元。はい。あのね、枕元にお花があったのよ。誰が置いてくれたのかしら。トンピーのやつや。もしかしておちびちゃん知ってる？知ってます、トンピーです。あ、やっぱり誰でもいいわよね。嬉しいことには変わりないものは。よかったな、トンピー。嬉しいことには変わりないんやって。それつけてんのか。この調子でハッピーハッピーです。掃除してます。オーケー。これでもパパのその位置ってまさかハンバーグクッキング？それは後でわかるか。汚れてるな。ふきふき、ひたすらにふきふき。オッケー。ほな、久しぶりのお魚さん。お魚プリモプエル、パパ、地下倉庫で行く。え、ジェニーは今自分の部屋おんのかな？お魚さん元気しとった？よいしょ。何かあげますか？あ、ジェニーにカエルリングあげたいな。でもジェニーリビングおらんかった気してんな。じゃあジェニーの部屋にも行くか。ジェニーの部屋行って地下倉庫にも行く。48マネゲットしました。ちょっとあたり見回してみるか。ブロックセット青があるかもしれない。あ、ジェニーそこおったんや。なるほど。じゃあカエルリングあげようね。このハエどうしたらいいね。じゃあもうプリモプエルはちょっと一旦無視でいいか。もうあいつとは一回ズブズブの関係になってるもんな。よいしょ。ジェニー、今会いに行くぜ。ジェニー、よいしょ。
ジェニーへの箸。ジェニー、我らが愛しのジェニー、クッキーもろて、これ多分ママにあげんねんな。ほんでよいしょ、一応ねこうやってやってる。プリモプエルが地味に見えてるな、怖いね。ジェニー、ジェニー、キャロケロロでくれるケロ。久しぶりのカエルリング。ただまだもう一個あるんやな多分。これはな、マザースパイラー倒さなゲットできへんかったもんな。ありがけ。オッケーオッケー、ハッピーハッピーです。あと一個ケロ。これでも3人揃ってるから、この状況でハンバーガー作ったのか。3人で食うバージョンはまだ見てないもんね。はい、チビロボのおかげででっかいスパイダーはいなくなったし、ママの機嫌も治ったし、寝れたし、寝れたしだね。元はといえばパパが悪かったんだけど、ごめんね。いいよいいよ全然、一緒に頑張ったやん。でもこれからは料理だって洗い物だってやっちゃうもんね。でもパパの結婚指輪が、俺持ってるよ。それはそうと、チビドボは綺麗好きだな。パパの大切な、どうもどうも、ハッピーハッピーです。結婚指輪返してあげたんやんか。何に使ったっけな、デカロボか。え、デカロボの、え、待てよ、待て待て、え、ちょっと待てよ、これ覚えた方がいいか。ちょっと待ってくれ。うーん、それはチビロボのもの。いや俺のものでもないでしょ。待てよ、一応2006月7日、 OK、 2006月7日、これから行くからな。はい、プレゼント for you 2006月7日。これもう一回デカロボにいるかもしらんもんな。そうそう、これこれ、よかったね。裏にね、結婚記念日が彫ってあるんだよ。いろんなパスワードにしてるからなくして困ったんだ。それやめといた方がいいな、セキュリティやばいな。ただ100ハッピーももらえんねや。やっぱ思い入れはあるんやな、ちゃんと。ハッピーハッピーです。ん？パパの結婚指輪も戻って楽しいね。家族全員仲良く暮らそう。ん？家族全員？デカロボか。なんか心に引っかかるものが。まあいいか、今日はハンバーガーだぞ。まあいいのか。いやまあそんなことないよな、多分今のはぐらかしたんやんな。デカロボ復活編といこう。お前真っ先に行くべきやったか、地下倉庫。まあまあまあ、寄り道もね、チビロボの醍醐味なんで。寄り道こそがかもしらんし、ジェニーに買えるリングも渡せたし、まあ、ジェニーの部屋にはいかんで。そもそも女の子の部屋勝手に入ってあかんもんな。なのでほら、2階に行かずに地下倉庫行きましょう。タオは裏にはおんのかな、ベベでも加えて。ブロックセット青はどこにあんねやろな。ブロックセット青とカエルリングがあと1個。よいしょ。少なくともキッチンにはなかったから、エントランス。情けか？パッと見は情け。ほんだら、え、マジでデカロボ復活か？あー、この汚れ、あー。置いとくか、一応。軍曹にも挨拶するか。
多分トレーニングのことやろうけどな、まあ、せっかく来たし。あれ今の声は、あれ、あ、スパイダー、マザースパイダー倒したもんね、スパイダーたち。いや、これマザースパイダー湧くようになるんかな。いや、まあスパイダーたちでええけど、全然ジャンクは言うたらマネやもんな、今は。今はもうマネですもんね。こうして抱きつかれたら弾く、抱きついてこい、ぶつかり稽古や。こないしてスパイダー汁、パイ汁やな。なんかパイ汁ってあかん気するな、下ネタな気がする。よいしょよいしょ。パイ汁ってそれ、すなわちお乳か。軍曹、元気してる？体幹鍛えてるな。トレーニング。遠慮します。遠慮はいらんぞ。アイオワやけ？自分はアイオワであります。いろいろと感謝であります。でもハッピーはくれへんやな。よいしょ。違う。おい、グアム？自分はグアムであります。よかったな。じゃあ充電して地下倉庫行きます。いよいよデカロボ復活編。充電162回目です。準備 OK、 レッツラゴー。デカロボ、めちゃくちゃ愛されとったデカロボ、宇宙人に回してあげたいな。友達、タチケテ。タチケテはパパ。こうして。え、今誰もおらんのか？この地下層。せっかくのデカロボ復活やのに。まあ、しゃあないか。よいしょ。いきます。ここに、お！はいはいはい。2006、6月7やんな。そしてこのデカロボの下に最後の財宝も眠ってる。デカロボ。よしよし。うわぁ、誰もおらんの？まあ、レチッカーズくんおるか。ちょっと綺麗にしとこう。デカロボもこういうお掃除とかやってたんかな？よいしょ。そしたら俺の存在価値は？いや、でもこういうな、細かいところまで行かれへんもんな。上とか登られへんやろうし。ここも一応綺麗にしとくか。せっかくやったらな、ベストな状態で復活してほしい。これ老けてんのかな、暗くてよう見えへんな。 OK、じゃあ行きます。チビアイにブロックセット青は反応なし。 OK、 俺しかおらんけど復活させちゃってええやんな。200667、マジか。あ、9。あ、今の9やん。あ、確かパパの結婚指輪に。これってもう一回見してもらえんのかな。もう見してもらわれへんかったら済む可能性あると。はい。うわ、マジか。いよいよデカロボ復活。これデカロボ視点？あ、ちゃうわ。デカロボと宇宙船。なあ、これ。はあ、デベもおる。サンプーもおる。スミダもおったな。チビロボさーん。どうした？いよいよですね。おい、ホック船長か？あ、みんな。スミダそうやって歩くんや。これはこれはホック船長。資格。
何しやがんだてめえ。え？お、おー、でか？え、こんなでかかったっけ？はじめまして。デカロボが生き返ったのか。デカロボって完全にカタカナない。多分エチカーズくんも見てる。チビロボさん、ありがとうってデカロボさんが言ってる。あー、え、なんでわかったん？デカロボは何で意思疎通してんやろ。100ハッピー、ハッピーハッピーです。あ、デカロボシールいいね。それにしても本当にデカロボさんを動かしちゃうなんて、ジビロボさんはすごすぎます。トンピー、他のおもちゃの皆さんにもこのビッグニュースをお知らせしてきますね。デカロボさんお先です。え、これでエンディング迎えたら嫌やな。でもデカロボの下なんか掘るとこあんねんもんな。ちくしょう、嬉しいんじゃねえかよ、ちくしょう。いいやん。え、お、チビロボどうす、肩に乗っける。おお、ピカチュウ、あはは、これじゃあデカチビロボじゃねえか。あっ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 、いやな、どうした、何、え、で俺あのゴミ拾ったはずやのに。デカロボして、うわわわ、ドシン。え、デカロボこれ登ってくの階段。急に一人称して、うわ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 、俺あそこにゴミなかったけどな、さっき。やば。え、いきなり家族とご対面。そうだそうだ、どうした。え、主人公交代。こんな薄暗いところにいちゃいけねえんだ。お前さんはデカロボ、お前重心大丈夫か。今にも後ろに倒れそうやけど。うわ、マジかよ。え、俺デカロボ操作できんのかな。エントランス、あー、見たい。軍曹見てくれよ。敵襲ってなんのか、1回目は。昨日俺が感じた地震みたい。敵の襲撃だ、全員構えろ。ダダンダンダダン、タダダーン、タン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 、ダダンダンダダン、 I'll be back。 で、デカロボ？あれ、あれマグカップか、緑の。いや、デカロボしてん。なんか撃っちゃったの、弾。バカ野郎！グアムか、これ撃った。はっ、グアムはデカロボの存在知らんのか。危ない、こっち向けるな。あれが敵に見えるのか。全員デカロボに敬礼。あの緑のマグカップ欲しいな。いやさ、うわうわうわ、え、今のは俺のヒップラグか。おい、マジかよ。デカロボでもそっちリビングやろ。今みんなキッチンおんで。あれ、 M アタックファイター。これエンディング迎えちゃう？あ、サンプーとピーツ姫とゾビン、お久しぶりです。いやね、どこ置けます。一体誰？よかったな。これ子供か？え、ちゃうか。一体誰？え、ゾビンは知らんかったんか。まるで親子プー、僕も肩車してほしいプー。サンプー、今日なんか R1 グランプリが YouTube に上げてたんで、でもエンディングっぽいな、なんか吉住のネタ
初めて見れたけど、サンプーっぽかったな。なんや、相変わらずちっちゃいな。You the luck。 いや、ファンキーフラワーおれへん。ストーリー進めてれば横におったんかな。え、リビング行くの？でもみんなキッチンにおったけどな。今はリビングにおんのかな。マジ？ギッチョマン。ドン。ラダーです。昨今のチビロボ大ブームが。あー、これな、このニュース。俺も見たよ。このニュース見ました。え、全く同じの見たな。こいつら全く同じニュースしてんねやな。風刺か？もしこのままチビルボが売れ続けたら、電力供給が追いつかなくなります。デカロボ来てくれ。このニュースを書き消してくれ。このままチビルボを使い続けるのは大変危険。ママさん、どう思う？パパならどうする？ギッチョマンに変身して。パパお前ほんまにパパか？ギッチョマンに変身して世界を救うのだ。いや、ないよ。ヒュー・ジャックマン、異常発見、宇宙刑事ギッチョマン。やれやれ。お、デカロボしてん。ジェニー、いい笑顔や。あら、デカロボちゃん、お久しぶりね。ハワイアウ。パパめっちゃびっくりしてるな。デカロボって昔もこういう風に歩いとったんかな。ケケロケケケロロケ。パパ、え、どこ行くねデカロボ。裏庭行くんか。あにゃあにゃあにゃあ、なんなんな。パパったらどうしちゃったのよ。パパが動かしたんでしょ。違うんだな、それが。あにゃにゃなななな。パパ、パパったら宇宙人に会いに行くのか。裏庭で、デカロボはこれ完全復活なんかな。一時的か。昼間やけど宇宙人おんのかな。宇宙人、デカロボ連れてきたで。キャプテンと、うわ、なんでランデブーとガリメデと、なんかビッグボスみたいな名前やんな。ちっちゃいけど。これでこの宇宙人編終わりか。てかもうクリアじゃん。大丈夫？みんな、みんな熱あるけど。友達、友達、あの時はありがとう。回想シーン入んの？もうずいぶん昔のこと。これデカロボか。 UFO 墜落、友達ナイスキャッチ。なるほど、墜落したのをナイスキャッチしたんや。そら命の恩人、感謝永遠にやら。友達恩人、ありがとう、ありがとう。宇宙人かわいらしいな。我々お礼にどんな願いでも2つ叶える。ほう、どんな願いでも2つ叶える。友達1つ目の願い、何やったんやろ。おもちゃたちに魂あげたい。そういうこと？マジかよ。これはさ、デカロボが寂しかったってのも多分あるんやろな。へえ。だからみんな喋れんねや。我々光の玉あげた。それで友達の友達動き出した。はあ。
左上はあれはスパイダーか。右上ギッチョマン。で、ベイ。これ誰や。いや、ちょっと見づらいな。ホック船長。サンプースンミダ。あ、アーミー隊か。友達。優しい。いいやつ、いいやつ。慕われてるなぁ。デカロボ。友達。二つ目の願い。うん。パパとママのため。それと世界中のデカロボのため。なんや。エネルギーいらずの体が欲しい。え？ほう。え？でも、UFO に光の玉在庫なかった。はあ、なるほど。なるほどね。でも世界中のデカロボのため。え、自分だけじゃなくて全デカロボにエネルギーがいらんようにしたかったのか。このデカロボは。はあ、で、もう一個持ってきたんや。我々、星に帰った。そして、また、光の玉持ってきた。じゃあどうすんねや。宇宙人、約束、破らない。宇宙人、嘘、つかない。えらい、えらい、こいつら熱あるのに。これで友達、もう死なない。友達、お座り、お座り。マジ？我々それを受け入れんねや。みんな見てる。そこって。みんなが見てる。あ、トンピー。これでデカロボはエネルギーランクなの？なんじゃこりゃ。うわわわ。光の玉。なんで二つやったんやろな、願いは。まあ、ええけど。これでデカロボは電池、減れへんの？もうじゃあマジで家族やん。止まることはないのか。ちびでぼがそれ見てる。ほう。ほう。大丈夫？せっかく復活したのに死んだらあかんで。どうなった？は？え？え？嘘でしょ？は？ああ、よかったよかった。これで、もうデカロボは充電いらずなんか。よかった。これで大丈夫。友達、エネルギーいらず。永久に動けるよ。ああ、でもそうしたら、パパ、ママ、ジェニーとかを見送るってこと。チビロボも友達。うん。友達、友達。友達、エネルギーいらず、永久に動けるよ。え？これで？どういうこと？は？は？じゃあニコ生の枠が終わる。まさか無限になったん？え？ A ボタン押したら進むんか？じゃあここで枠変えるか。え？ってことは晴れてスーパーチビラボ？え？わからん。晴れてスーパーチビロボになんのかっていうところで次の枠行こう。これ多分 A ボタン押したら進んじゃう。時間経過で進まへんやんな。信じるで。いや、でもちょっと、時間経過で進む可能性もあるから、ちょっと枠変え水分休憩やめとくか。じゃあ枠変えますか。チビロボ。やっとスーパーチビロボになれんのか？どうなんだ？
マジか、バッテリーって無限になんのか。これでもう充電せんでええんや。それは知らんかったな。最終的には宇宙人のおかげでスーパーチビルもなんの？そういう仕組みやったん。じゃあ A ボタン押します。これで無限や、無限ダイヤ。チビロマさん、どうした、トンピー。これがスーパーチビロボってやつか。大丈夫ですか。死の淵から蘇った。大丈夫や、おそらく。おもちゃの皆さん、安心してください。履いてますよ。チビロボさんとデカロボさんはお二人とも壊れてないですよ。もしこれでな、壊されとったらもう宇宙人との全面戦争や。みんな湧いてる。これもうエンディングやん。ファンキーフラワー横おったんかな。ちゃんとイベント進めてれば。でも順番とかわからんもん。星に帰る。あばよ、宇宙人。ただみんな熱大丈夫やったんかな。地球風邪ひく、空気悪い。ごめんな、でも来てくれてありがとう。どうも、うん、エンディングかな。死ぬ、死ぬ、帰る。ごめんごめん、ありがとう宇宙人。エンディングやったんかな、これ。倍なら、倍なら。ずっとバッテリー残量気にしながらやっとかなあかんかったけど、宇宙人なんか永遠の命もらってんけど。どうした？何があったの？ごめんパパ、宇宙人は人には見せられないよ。デカロボ、エネルギーがないじゃん。変、無限。やるな、おしゃれやな。デカロボの手をこうしてて、こうグーパーグーパーできる。すげえ、デカロボこいつユーモアあるな。無限をハンドサインで作りやがった。エネルギーなくても動くの？せやねんな、デカロボとかもエネルギー効率が悪かってんな。充電食いすぎとってん。うん。チビロボも？これ冗談で罰やったのかな？俺はちゃうんだよ。チビロボもなんでしょ？そうです。これもう一回バトルしたらどうなる？あ、ループか。運を言わせず丸を引き出すんやな、パパ。むっぴょきゃっこええ。これ何回やってるんだ、このシーン。引きのフェードアウト。うわ、マジでムービー？うわー、マジかよ。これ、エンディング後もプレイできんのかな？俺初めて見るエンドロールベベ。ベベの恋模様とかまだ全然解決してへんで。これさ、もしかしたらさ、これでもしクリア後でけへんのやったらセーブデータ分けなあかんな。ヒカキン？ヒカリン。うわ、エンドロールかよ。マジっすか。いや、まあ確かにな、デカロボを復活させるっていうのはもう一つの大きな軸やったもんな、序盤からあった。クリアか。スペシャルサンクス。バンダイタオ。タオってワンちゃんの由来かな。実在するワンちゃんやったんかな、あのタオ。モデルを、モデルおんのかな。うわ、ファンキーフラワー。
いや、ファンキーの弔い合戦したかったな。岩田悟、あっ、任天堂のお亡くなってる方やんな。いや、ちびロボおもろかった。もうちょいしたいけど。いや、素晴らしかった。ストーリーも文句なしやな。今日はこれで終わり。別のゲーム、あー、にゃんこそばに前進めてもらったスチームのゲーム2つは、まあ、またやるわ。ちょっと今日はこれチビロボこれで終わりなんかな。チビロボをちょっと軽い目にやって終わろうかなっていう感じ。今日はハマとハッピーを生産する。そしてチビロボランキング1位になってスーパーチビロボになってエンドなんかな。今のチビルボさんと私ならトップ1になっても何の問題もございません。それでは結果発表。ちょっと今喉の調子悪いねんな。チビルボランキングは1位に トップ1のお祝いに何くれんねや。オレンジ社からスーパーチビロボの着ぐるみ。なるほど、着ぐるみあと1個だけまだ取ってなかったもんな。っていうことはクリア後多分できるな。どうちゃうんや、スーパーチビロボ。スーパーチビロボの着ぐるみどう変わんねや。え、何が違う？スーパーチビロボバッジがついてるな。ひけらかすか、みんなに。スーパーチビロボさん、おめでとうございます。これがトンピー、俺のことスーパーチビロボっていうの毎回。今日からスーパーチビロボとしてレッツラゴー。セーブしよっか。これさ、一応データ分けといた方がいいんかな。エンディング前とエンディング後、これ分からんけど一応分けとくか。それは賢いかもしらん。1位です。バッテリーも無限です。ちょっとクリア後の世界うろちょろして終わりかな。全然ええよ。これ今スーパーチビロボの着ぐるみ着てんねや。これ脱ぐ。スーパーチビロボ。おお。ショップにはにゃんこしょ特にはないか。クリア後の要素ないか。ほんだらハッピーシール、あ、出た、デカロボシール。これがクリアの証だったよな。まだまだシール埋まってんねんな。あと1個ぐらい埋めれたらいいんやけど。どうやったら話進むんやろう。リビング、普通に昼やな。あー、ジェニー、デカロボもどっかにおんのかな。トンピは元気してる。ちびるぼさん素敵です。シルバーバディがさらに輝いて見えます。こいつはほんま最後までいいモチベーターやったな。ありがとうドンピー。ジェニーがシャンプー持ってる。で、絵描いてる。ジェニー何の絵描いてんやろ。カエル語しかまだ話されへんのかな。これは俺の絵か。よいしょ。あ、シャンプーじゃない。これじゃ絵乗っちゃっていいか。トンピーも書いてくれてるやん。ジェニー、いい子いい子、ジェニーいい子。あ、パンツ見えちゃう。あ、ちびるぼちゃんちょっと見るです。すんみだも書いてるやん。ジェニーセンスあるな。ポイントはちびるぼちゃんもお空を飛んでるとこです。どうですか。いや、もうそれはバッチリでしょ。何の文句もない。ちびロボちゃんに褒められたんです。
ジェニー、守りたいこの笑顔。あのちびろもちゃんの持ってるの、あ、お花か。お花あげようか。青い花、綺麗なお花です。ただカエルリングがもう一個あんねやな。どこでゲットできんねや。ハッピーハッピーです。早速つけてみましたです。うわー、バッテリー無限や、減れへんねや。スーパーチミルまで話しかけたらどうなんねや。ケロケロロンちゃうね。どうしよう、チビアイなんか反応せえへんかな。反応ないな。裏庭行ってみるか。一応これはクリア後の世界やな多分。いや、バッテリーもう減れへんねや最終的には。俺999になるんやと思ってたな。まさかバッテリー減らんと。あ、パパや。ブロックセット反応ないな。で、最終的にあっこは何やったんやろ。あ、デカロボ、デカロボ、え、デカロボ水かかって大丈夫なの。デカロボがそこにいてはる。ここは何やったんやろな。ここなんかずっとアイテムが反応してんのは何やったんこれ。あ、で、そして宝物の地図 A、 あ、ちゃう、宝物の地図 A が確か偉大なるもの立ち上がりしときだから、多分地下倉庫のデカロボがおった位置に宝箱はあんねん多分。デカロボさん元気してる。ブランコブラボー。そうか、デカロボがおることで初めて体感できるのか。しかし二人とももっと楽しそうに乗ってくださいよ。この調子でハッピーハッピーです。なんだ、デカロボさんも案外楽しんでたんですね。パパ、一応クリアしたよ。パパが散らかしたのはちびどもが、あ、せやね。もうちょいぐるぐる回るか。ハッピーハッピーです。さてと、ちびどももおでかちゃんも近くにいると濡れちゃうぞ。でっかちゃん、でっかちゃんだよ。ほんならもうちょい回るか。なんかやれることあるかな。まあ、地下倉庫で宝箱を発掘する。それがブロックセットなんかな。それやったらもう最優先で行くべきか。とりあえずまだやり残したことかな。ベベの恋模様とブロックセット、カエルリング、この辺やな。よいしょ、キッチン、キッチンはね、タオさすが、あ、は？ブロックセットやん。おいおいおい、それよこせよ。タオ呼ぶせよ。それください、タオ。はい、あ、これで代わりのおしゃぶり分あげやなあかんの。歯がかゆいときは物を噛んでごまかすんだ。それよこせよ。え、おしゃぶりボーンどこあんの。さっき裏にはなかったよな。じゃあおしゃぶりボーン湧くまで我慢せなあかんのか。脱いでスーパーチビロボン。ママさん元気してる。すごいわね、おちびちゃん、ピカピカじゃないの。やっぱ気づいてくれたか。これからもお家もピカピカによろしくね。お花、いやでもストックがなくなるの嫌やな。いやでも渡しとくか。いやごめん。あら、ママの気のせいだったかしら。ごめんね、ママさん。プリモプエルにも会いに行くか。お魚にも餌あげるか。もう花1個しかないからな。
そしてここのこの灰はもう無理なんか。お魚に餌をあげます。プレゼントフォーフィッシュ、ちゃんと食べなっせ。あ、6匹から増えへんかったな。まあまあまあ、48万円ゲッツ。ほんで、あ、見てるねママさん。いやいや、パパはパパであれでもええとこあるで。おしゃぶりもクソ、あそこにあったら最高だ。はい、嫌やな、ハイアップは嫌や。バッテリー無限すご。元気してる、プリモプエル。なんだよ、ほっといて。消す、両思い、ハッピーハッピーです。あそこにな、おしゃぶりもんないもんな。そう、せっかくブロックセッターを見つけたのに。っていうことは、デカロボの下にあったのはあれか、カエルリンクか。ラストのエントランス、ファンキーの弔い大作戦したいな。軍曹、一応スーパーチビロボな、ひけらかしに行こう。これ向こう行かれへんな。で、カエルリングも多分ない。よいしょ、軍曹クリアしたで。見てくれたか軍曹。ぬ、その胸に輝く勲章は、あ、勲章にやっぱ反応するイエスだ。見たことないが、とにかくおめでとう、ありがとう。自分はアイオワであります。いろいろと感謝ね。こちらこそ。グアムちっちゃいな。自分はグアムであります。じゃあ行くか。おそらくラスト宝箱掘り起こしに行こう。どうやら地下倉庫にいてはるらしい。よいしょ、降りてって。いや、バッテリー無限マジですごいな。うわ、スパイダー湧いてきた。いいね、いい度胸や。てかもう宝箱普通にある。掘り起こさんでよかったんか。立ち上がりしときやったわ。スプーンで掘り起こすんは、地下倉庫掘り起こしてあかんわな。おいおいおい、抱きしめていたいよ。よいしょ、こうして。宝箱いいね、ドラクエ感あるね。よいしょ、ほな開けますか。多分ラストカエルリングちゃうかったらびっくりやな。何来る？え、違う、は？たまごっち？どう、東大元暮らしとはこのことだな。ホック選手はずっとおったもんな。このことであります。いや、ザー完全にちびすけに先を越されちまったな。完全であります。うるさい、黙ってろ。黙るであります。ほうほうほう、これでもう全部ゲットやな。これなんなん、何これ、たまごっち、は？マジでたまごっちかい。どういうこと、人気のおもちゃ。え、またパパにあげんのか。カエルリングじゃなかった、たまごっちなんかい。ラストカエルリングはどこにあんねや。ないな、あらないね。とりあえずこの、じゃあたまごっちをパパとかママに見せに行く。よいしょ、
知らんけど。なんか喉乾いたな。ちょ、水分休憩行ってくるか。エントランス。パパ、ママ。パパは裏庭におったんか。水分休憩行ってきます。よいしょ。ほんなら行きますか。たまごっち。たまごっちと言われましても。それをどうしたらいいね。上の階に行く必要ってあんのかな。人気のおもちゃたまごっち。何にも関係ないことなんかないよな。何かしらは関係してそう。まずはじゃあジェニーから行くか。こうして。ジェニーなんか知ってる？たまごっち欲しい？ジェニーお絵描き上手やな。ただ持ってるクレヨンオレンジやのに。どこ描いてんねや。乗ってきましたです。ちびどもちゃんの持ってるの。これはたまごっちか。たまごっち、それはいらないのです。そっか、じゃあ次はパパやな。パピーに、よいしょ。パピー、たまごっちいる？ほんまな、おもちゃあげたくないけどな、パパに。ただまあイベントが進むためなら俺は何でもするぞ。裏には、おしゃぶりボーン。反応ないなぁ。あ、カエルおるやん。元気しとったか、カエル。は？あれ、これなんや？おい、ギッチョマンやんけ。ここで何しとんねん、こいつ。え？なんでここおんの？ようわからんなぁ。カエルターン。いやでも今デカロボおるから雨降らしたらあかんよな。雨乞いするか。上に青い鳥はおんのかな。クリア後やけど濡れちゃうぞ。たまごっちいらんか。上行ってみる。青い鳥おるかな。チビコプター、こうして、よいしょ。カエルの雨乞いはまあせんでか。デカロボ濡れちゃうもん。デカロボの頭円盤みたいやったな。こうしてデカドアさんにはな、みんな見ててもらおう。よいしょ、落ちるなよ。うわー、でも大丈夫か。無敵やん。なるほど。落下ダメージがなくなったんよ。その考えなかったな。ちょっと落下ダメージないのか。もうじゃあほんまに家中動き回れんねや。あのたまごっちマジでどうしたらいいんやろ。次の候補はママとプリモプエル。夜にならんと話は進まんのかな。キッチン、いやこちら買ってるな。一応取っとくか。こうして、よいしょ。タオの足跡はちょっとおさぼり。たまごっちって誰に渡したらいいんやろ。
ママたまごっち必要としてないよな。まあ一応行ってみよう。ママさんどうすか。もうそれをよこせよ、呼ぶせよ。ママさん、デカロボちゃんがまた動くなんてママびっくりしちゃったわ。いや、お花じゃなくて、ママもジェニーもお花好きやな。プリモクエルとたまごっち関係あるかな。なさそうやけどな。せっかくブロックセットを見つけたのに、おしゃぶりボーン過去編で使っちゃったもん。よいしょ。こうして結局この果物のハエはどうにもならんのか。プリモプエル、なでなでして、キャス、抱っこして。無理や、チビロボに。あ、でも一回は持ち上げて頭の中入れてるもんな。で、抱っこぐらいできるかもな。これ寝るか。で、次夜を最後にするか。よいしょ。ほんだらパジャマで寝ます。次の夜で終わろう。チビロボさん、あ、よかった。トンピは俺のことを必ずしもスーパーチビロボさんっていうわけじゃないんやな。それちょっとホッとするな。よいしょ。いやー、チビロボランキング1位だね。お疲れ様です。セーブ。一応この真ん中にな。無限大やね、バッテリー。なんか話進んだかな。デベとギッチョマンの声。なんでギッチョマン裏庭におったの。デベおる？おるな。ギッチョマンはおらん。キャッ。ま、眩しくって驚きました。いいリアクションやな、スーパーチビロボに対して。チビロボさんなのですね。取り乱してしまいました、恥ずかしいです。こんなことないよ。このドキドキは恋ではない、恋ではない。そんなけ。今日はギッチョマンさんのお姿が拝見できません。裏庭にさっきおったもんな。とりあえず裏庭行ってみるか。まずはね、近場からウロチョ。宇宙人にももう一回会えんのかな。裏には宇宙人なあ。たまにはまたか。宇宙人ギッチョマン、お前がやったんか、もしかして。おい、そうやって許さんぞ。おい、ギッチョマン、これどういうことや。大丈夫か。冷たい星。これなんたらツインブリザード撃とうぜ。あの、ギッチョマンを見とったか、さすがに。なんたらツインブリザードを撃とう。長かった、とても。クマに倒されたり、友情のために恋を諦めたり、火薬をなくして落ち込んだこともあった。しかし、ミーのことはどうでもいい。問題はチビロボ刑事。ユウだ。ジャニーさん、君のせいで、わ、あのニュースを真に受けてる。地球の平和が脅かされている。このままでは君は悪だ。しかも最悪だ。でも安心したまえ。ミーはチビロボ刑事を悪にはさせない。どういうこっちゃ。さあ、もうこいつ。ギッチョマン、やれやれやな。やれやれすぎる。しかし、まだ準備ができていないようだな。あ、でも、結果的にこのツインブリザードを撃つことで、なるほど、そういう展開か。ギッチョマンは激痛やけど、この激痛の行動が宇宙人を結果的に救うんや。まずは正義のコスチュームから。なるほど。いや、チビロボ良すぎるな。チビロボは良すぎます。
というところで枠変えるか。次の枠が最後かな。本日のチビロボ。いや、チビロボ良すぎる。よう、でけたあるな。いいね。ギッチョマンが結果的に宇宙人救うんか。まあ、俺とか。やるじゃん、ギッチョマン。いいね。君は宇宙人を救います。それでこそギッチョマンや。ほんだら、これで Z ボタンでいくんか？さあ、宇宙人に、なんたらツインブリザードを撃とう。さあ、チビロボ刑事、心の準備は万端かね？はい。よし。では行くぞ。ちょっとパワーを貯めるから待っててくれ。どういうこっちゃ。親子カメハメハか。そういえば、チビロボ刑事。ワン、ツー、ワン、ツーってそういうことやった。何が正義で、何が悪か。最近ちょっとだけ分かってきたのだ。ほう。ギッチョマンも成長してるやな。ただし、言葉では説明できない。ほう。とにかく、この必殺技は、二人の正義刑事がいなければできない。うん。チビロボ刑事、ご協力を感謝する。俺はワン、ツー、ワン、ツーせんでいいんか？よし。パワーが溜まったようだ。ミーがレッツ正義と合図、出せー。まあ、ダサいけどな。俺は宇宙人を救うから。レッツ正義と合図したら、テレビ番組かよ。すかさず Z ボタンだ。オッケー。わかったか？イエス、サー。では行くぞ。グレートツインブリザードー。レッツ正義やんな。いつ来んねん。はっ。遅いのか。もう一度だ。オッケーオッケー。すかさず Z ボタンね。はい。グレートツインブリザード。もうちょっとで来るよ。はい。今のも遅いの。なんでやねん。これラグのせいちゃうんか。すかさず Z ボタンだ。早めに入れなあかんか。グレートツインブリザード。ワン、ツー、はい。もう今のも遅いんかよ。ここに来て最難関来たな。どのタイミングや。グレートツインブリザード、ワン、一、ここ。早すぎた。まだまだ踊りたい。知らんて。踊り足らんかどうかは知らん。俺の Z ボタンに合わせる。もう一度だ。じゃあここに来てもう最高難易度やねんけど。さっさと Z ボタン。では行くぞ。グレートツインブリザード、来るよ。1回、2回、ここ。よっしゃー。レッツ正義。 OK。 これはもう決まりっしょ。10年に一度のグレートツインブリザード、これが結果的に宇宙人を救う。素晴らしい展開。ありがとう、ありがとう。キャプテン、ランデブー、ガリメデ、リトルバン、ハッピー、ハッピーです。あ、ギッチョマンシール、よしよしよし。チビルボさん、さすが、すごい。病気治った、よかった。めでたしめでたし。冷たい、助かった。こいつらな、スーパーマリオサンシャインの偽マリオみたいなこと。宇宙人、君たち恩人、命の恩人、感謝永遠に。母ちゃんとこ帰れる。達者でな、リトルバーン。ギッチョマン、お前は宇宙人を救ったぞ。どうや。
やったな、チールボ刑事。宇宙人が尻尾を巻いて逃げていったぞ。あ、そっか。俺は、宇宙人の声聞こえるけど、設定的にギッチョマンは聞こえへんねや。声が小さすぎて。俺はなんか、スペース補聴チップっての入れてるから聞こえてるけど。じきにミーと君の正義は全宇宙に伝わるだろう。ありがとう。ハッピーハッピーです。よし、じゃあ行くぞ。正義その10、悪を倒せ。飛んでった飛んでったやな。オーケー、とりあえずギッチョマンシールゲットね。ギッチョマンシール、おー、よしよし。ただまだまだシールあるな。どういうこと？まだまだクリアまで遠いの？完全クリアまで。でも今の時点ではもう完全クリアできへんのかな。デカロボ元気してる？無限エネルギーでブランコなんて贅沢三昧ですね。おしゃぶりボーンもないもんな。おしゃぶり棒ないと進まへんな話。レベとギッチョマンの恋模様進むかな。ギッチョマンのイベント終わったし、レベとギッチョマンのラブストーリーで今日終われたらベストやけど、どないや。ベベ、ギッチョマンどこおる？おるね。これ進むか話。ベベ元気してる？そんなところでさ見てんと。ギッチョマンと話そうぜ、勇気出して。これどうやったら渡せるようなんねや。いや、そのきっかけ俺もあげたいけどさ、どうやったらベベはギッチョマンにラブレター渡せんの？ギッチョマン、お前めちゃくちゃ思われてるぞ。めちゃくちゃ慕われてる。思い慕われてるぞ。ギッチョマン。宇宙人もやっつけたことだし、決めた。ここで一生パトロールするぞ。それはいいけどさ。これで、ベベンとこまで行く？ギッチョマンポーズ決めて。おはよう。めちゃくちゃ晩やけどな。正義その3、パトロールを怠るな。正義のために一緒にパトロール。いいよ。あ、これでベベに会うんちゃん。うわ、やっと来た、やっと来た。よし、それでこそ正義だ。ギッチョマンエキサイトバリアーバージョン2。バリアをより強力に、さらに小さく改良した。このバリアから外れずについてこい。はい。え、これ初めてやな、この展開。これで、ベベンとこまで行くんか？うわ、見えねえ。バリア見えへんって。パトロールに集中しろ。バリアが見えません？暗くて。いやいやいや。ぐわ。ヒップラグぐらいは出ていいんか？リビングが少し平和になってきた。歩いてるだけやん。少し平和になってきたんじゃなくて、最初から平和やった。いや、ちょっと。初めての展開だ。これでベベのとこまで。頑張ろう。多分、ギッチョマンはベベを見つけてくれる。そこまでついてくぞ。走るなよ！はーい！こいつ！お前なんやねん、マジで。急に走ったやん。やっぱり、ヒップラグは持っとくべきやったんか。何してくれてんのこいつ。もう一回やろう今の。もう一回やってよ。急に走るんずるいって。もう一回パトロールしよう。もう一回もう一回やる気満々。明日のパトロール。あ、なんなんこいつ。
今のでさ、多分デベンのとこまで。うわぁ。また新しいミッションできたな。1日1回しかチャンスないの？いや、まだもうちょっとちびれば遊べるな。ちょっとホッとしてるな。これ戻ってもしゃあないよな。ギッチョマン厳しすぎるやろ。急に走るんなしやって。出た。おい、無視すんなよ。さすがに無視はひどいぞ。出た。ちょ、もう一回やろう。ワンモア、ワンモア。宇宙刑事、ギッチョマン。はい。あー、あかんか。いや、急に走んのマジでずるいな。こんなんなしやって。んじゃあ、どうしよっかな。最後は、ぐるっと回って終わるか。リビングも一応行くか。おい、ベベに気づいたってくれよ、ギッチョマン。くそー、ベベごめんな、俺がミスったばっかりに。いや、ベベずーっとこの状況やもんな。なんとかしてあげたいとは思ってるんですけどね。甘くない。ほんならまあ最後うろちょろして終わるか。キッチン、おしゃぶり棒もないんやんな。は？あ、すみだがおんのか。すみだに話しかける？まあまあまあ。こうして。よいしょ。こっち行って。よいしょ。とにかく登る。やばいよ、危ない。すみだの話す内容変わってるかな。こうしてよいしょ、こっち行く。すみだ元気してる？今日も元気に修行してる？ただいま心の浄化中。そんだけか。ほんだらよいしょ、プリモプエルが机の上おれんな。会いに行こう。マジで卵っちって何やったんや。卵っちもらったけど、どうやって使うねん。あれかな、ゾビンの子供たちかな。こう行く。クッキーのかけらギャッツ。プリモプエル元気してる？ちびラボちゃん、今日はどこか一味違うね。いいね、気づいてくれるね。嬉しいな。おもちゃの時以外は尻尾に触らせないよ。話す内容でも変わってないな。お前も変わらないな。これポッパーでなんか打てたりするんかな。ポッパーで待てよ。チビポッパーつこて。あれ撃つ。いや、関係ないな。関係ないっすね。ほんだら、2階に行こう。うろちょろして、今日は終わり。よいしょ。バッテリーは無限大っすもんね。まあ、なんせ、自分、スーパーチビロボなんで。そんじょそこらのチビロボとは違うんで。そんじょそこらのチビロボもすごいけどな。ただスーパーチビロボはもっとすごい。上行こうか。うわ、スパイダー。マグカップ最強やな。よいしょ。バチンして、抱きついてこられる待ちして、握手会からの剥がしや。抱きついてこい。
抱きついてこられたらひたすらに剥がす。 OK。 ジャンクももらえるのももらっとこう。ほんで上行きます。エントランスワープ。説明しよう。エントランスワープとはウィヨン、こういうやつのことである。ほんでスッと入れるね。上登らんでよくなったんでかいな。仲直りしてくれてほんま嬉しいな。パパママの部屋、なんかチビアイに反応あるかな。カエルリング、カエルリング、ちょっと詰めて。ないな、ないっすね。じゃあ戻るか。トイレクスおばちゃんもな、もう早くブロックセット持ってこいしか言わんもんな。じゃあ最後ジェニーの部屋。また湧いてくるやん。すごい湧いてくるね。どうした、そんなにおじさんと遊びたいか。こうしてバチン。耳かゆいな、耳かゆいですね。あんまり体調が良くないのか。よいしょ、ジャンク、とにかくジャンク。 OK、 ジャンクをたんまりもらっていきますか。ダッシュ、遅いな。ダッシュボタンはないもんな。空き缶拾って、あと13分、最後ジェニーの部屋まで巡回してな、パトロールや。ほんで終わろう。よいしょ。ただまだまだシールあんのが気がかりやな。どうやって集めんねや、あんなに。だってブロックセット青とカエルリングと、まだまだやれることあんのか。わかりませんね。ただ、サンプーシールも、ピーツ姫と、ゾビンシールももうゲットしてるもんな。やあ、サンプー。元気してる？蜜中毒は戻り越えた？シビロボくん、いつもとちょっと感じが違うっぽね。え？声変わった？サンプー。あ、声変わってないか。ちびるぼくんのおかげで今はとっても晴れやかな気分だぷ。よかったよかった。カエルリングないわな。だってこの部屋はもう十分探索したもんな。カエルリングはなし。まあじゃあほんならピーツ姫ゾビンに会いに行くか。それでまあ今日は終わりかな。よいしょ。こんなに散らかして子供たちちゃうんか。いやでもゾビンが一人の頃から散らかっとったもんな。ってことはやっぱこれはジェニーの仕業なんか。ジェニーポイ捨てするような子なんかな。ちょっと色眼鏡があるか。紙くず拾って、よいしょ。とりあえずゴミは全部拾います。今俺スーパーチビロボやな。よしよし、もう持てません。アンレおしゃれな T シャツだべさ。え、俺のこと。それに比べてオラは落ち込むなよ。え、 T シャツってどういうこと。 T シャツ、え、誰が T シャツを。 T シャツ、ちびろば様かっこいい。さすがやな、ピーツ姫。期待通りや。とっても素敵だから大サービス。お、2個くれた。おお、やっぱピーツ姫は分かってるな。趣があるな。美女と野獣ごっこです。いや違う違う違う、この息子の方や。
アイフロだ。美女と野獣ごっこずら。これクリア後やから電話いけたりするんかな。宇宙人と電話できたらええけどな。最後電話して終わるか。よいしょ。いやあかんか。やっぱ誰かとお話できるかもですねっていうのは、これトンピーがまあ言うてくれてるだけか。OK。ダッシュ。じゃあ終わりますか。またじゃあ次回こそはブロックセット青をゲットする。そしてなんかギッチョマンのパトロール、あの先になベベとの出会いが待ってそうやもんな。じゃあまた次回にしますか。よいしょ。パジャマ寝ます。ちびるぼさん、そろそろハウスに戻りましょう。ですって。ちゃんとおしゃぶりボンあるといいな。おはようございますやな。よし、おはようございます。セーブして終わります。真ん中 OK。 ほんなら本日のデカロボ復活編、まあ、見事エンディング見れたな。デカロボ復活編完おしまい。